どうも、メアゲームスミヤです。どうも、メッチです。ゲスト、X です。はい来ますね、こういう時に。はい、いや、お祭りの時に来ますからね。お祭りの時だけ匂い嗅ぎつけて来ますけど、そうそうそう。さあ、というわけで、はい、何ですか、今日はこちらですよ。来ました、投票ガチャ。4周年まだ終わってないよと、はい、そうですね、そうですね、まだまだこれからだと、うん、僕これ前みたいにあの5体出てきて1体選べるのかと思ったから、はい、超いいガチャじゃんと思ったら1体だけなんですね。なんか 20% だみたいな、ジンストップかと思ってたのに全然違ったっすね。全然違いますね。なるほど、はい、これはじゃあ今日もそうですね、これを引いていきたいんですけど、うん、まあ狙いはね、やっぱり皆さんあると思うんです、うん、そうですね、狙い、そしたら宣言して。そうですね。これ、え、今日もなんかあるんですか、罰ゲームみたいな。今日、今日はね、はい、ない。よし、今日はないんだけど、はい、あの、寝坊して、あの、寿司買ってくる時間がなかったみんな引けるでしょ、多分狙いのキャラ。まあまあまあ、10% 前後じゃないですか。うん、そうですね、3キャラ狙いだったら、はい、まあ単純計算で 12%、はい、12%くらいいけるでしょ。 12% 引けない男はね、確かにもう何やっても引けない。今後やってもみたいなのもありますから、はい、子役で当てらんないんで。モテない、モテない、はい、12% 引けないやつはモテない。そうですね、うん、だからモテるために 12% 引いてみようという企画で。わかりました、いきましょう。しゃ、まずはそしたらじゃあメヤいきます。頼むぞ、任せろ。狙いは、キスキルリラー、はい、ウリエル、はい、タンポポ狙います。タンポポ、はい、ポンタタっす、ポンタタ。ポンタタが強いの知ってるな。これ12パー引けない男はマジで子役で当てらんない男なんで。クソ初心者のラインナップこれ置いちゃっていいですか。いきますか。いいですか。いきましょうか。まあ集中できてるんなら、うん、今ちょっとください練習してるんで。これ1体しか出ないから、今鏡が2個止まってる状態だと思って。分かんない、分かんない。25、12%、でいってしまいました。ここで抽選もされてないですから。もう決まってますから。でもうちここでいつも気合い入れますよね。でも気持ちであの上書き抽選あるから。上書き抽選あるんですか。ここであの気持ちで上書き抽選ある。キュッキルリラー、俺のそれ。誰ですか。信長です。あ、こういうのあるんですね。いいじゃないですか、でも信長だったら。重心化しました。 X じゃなくて、X っすよね、僕持ってるのは。そう、これは普通信長っすよね。持ってない方の信長。でも強いですよね、これも。強いっす。ですよね。まあ強いんだけど、限定とかじゃないんだよね、はい、そうなんですね。だから、普通にあの出るやつ。キスキルリラー。まあでも、このアカウントに限ってははいはい、ね、ありなのかもしれない。ですよね、うん、普通に持ってなくて、あの現状強キャラみたいなとこあるんで、普通に。でもね、あの今後ガチャを回してて引けちゃう可能性が高いって、はい、どっかのタイミング で、ね、あ、なるほど、うん、まあ僕は嬉しいかなと。はいはい、よかった。でもまあ狙いは引けずと。モテない、モテないモテない男が終わってしまいました。はい、次行きましょう。じゃあ次僕いきます。はい、次は僕メッチが引きたいと思います。モテるかモテないかですね、うん、狙いは、はい、1位のパンドラ、はい、2位のキスキルリラ、はい、そして4位のノストラダムスでございます。ミハやんけ俺よりミハじゃん。俺そこにタンポポ加えたからね、一応。いやいやいや、ウリエル、キスキル、ひどいね。いや、これウリエル以外俺このまず上位5人持ってないんで。ひどいね。いや、まあ、ひどいですよね。ひどい。なんか僕よりもなんかちょっと初心者ガチャじゃないですか、どっちかっていうと。確かに初心者が欲しそう。何にも知らずにこの上位から可愛い子を選んだみたいな感じになってるけど本当に欲しいっす。知らないでしょ、25キャラ知ってる。ここに映ってるやつが選んだだろう。さっき見てるからちゃんと。なるほどね、はい、投票はね、あのキスキルイレアに、ね、1回入れたんで、まあ欲しいですね、やっぱり。いきますよ。はい、ちょっと集中しよう。そこだけで集中していいの。乱数考えて。ここそこじゃない。あ、もう今外した。それ一回押してもらえないと。そこだ、そこそこだ。初心者に教えてもらっていいじゃん。そこだ、そこ。あ、知ってんだ。乱数考えるのそこですから。あ、知ってんだ、それ、はい、なるほどね。だからその目押しするのはそこですよ。大体そうですから。はい、
さっき言われたもこれ4周年の玉の色っきれいですね。でもゴミみたいなの一本してる。キスキロリラそれで回すのが旬のあれだろ。じゃあよしよしこれ誰だよ。来たキスキロリラ。まだ来たーマジですかモテる今年モテるマジで来たこれやばくないこれはやばい。これやばいっすよね。これはね、なかなかいい。よし本当だすげえキスキロリラ俺とは本気度が違ったよしマジかマジで寄ったこれ投票してっから俺キスキロに投票すると確か 10% ぐらい上がる確率すごいマジ震えるわ震えるおめでとうございますありがとうございますよしこれでガチャ爆死梅っちの名を確かにできます、ね、いやこれはねやりましたわお気に入り登録でももうこのネタ使えなくなる確かにキスキルリラーは僕のネタになりましたねこれではいというわけでメッシ見事狙いを仕留めていくとありがとうございますじゃあよし X のいきますかうっすキスキルリラーさあ X はい狙いはまあ画面をね見てもらえば分かると思うんだけどこいつ以外これが何これはこいつ以外これ誰ですかやばいこれアグナムート X っていうキャラなんだけど、はい、これねアじゃん名前がアから始まるじゃん、はい、で非属性じゃん、はい、投票ページの一番最初のページに、はい、あの5字音順で習ってたから、はい、こうアグナムート X がこうもう出てた、ね、最初にもうページをいじんなくてもここにいるの、はい、で多分、はい、投票しやすいから、はい、みんな投票しちゃったアグナムート X、うん、で入っちゃったいやいやいやえ本当ですか強いって話を聞きますよ僕いやでもいや順当に言ったら、はい、そのワルプルギスとか、はい、そのベートーベンとか、ね、ハンゾーとか非属性で言ったら、はいはい、ワルプルハンゾーベートーベンを差し置いてこいつが入ってくるってことありえないあのもちろん限定だから欲しいって人もいたかもしれないけど、はい、やっぱ1ページ目のねこの一番最初にねいるキャラってですね相当ねえこれでいいやってなるでしょ本当に言うてめちゃめちゃとかもう本当に最初初期キャラで、はいはい、一番最初にその重心かきた中の一体なんで、はい、で、そうあのモンスターのアプリで、はい、そのこのアンケートに投票せよっていうミッションがあったのああそういうことか、うん、でこれクリアするみんなさ開くじゃん、はいはいはい、みんな開いて投票ページにいてもうこれだって言って投票してるでもう入っちゃったうわなんかこれ以外を狙いたいなるほどもうアグナムート出たら、はい、もうやめるやめる出てほしいよ逆にアグナムートとアグナムートとパックが出たらやめるパックは組織票っていう話を聞きましたよ もうねあの出てこんもうこのチャンネル出ない出ないいやいやそれは困りますね狙いはねダッキー、はい、ダッキーがねあのねいっぱい持ってると思いきや2体しか持ってなくてな、まあ、これ3体目ちょっと欲しいなっていうのダッキー3体組むためって感じですねうんダッキーあとね、はい、持ってないダルタニアンなるほどダルタニアンね今ねあんま使い道ないんだけどまあいつか使えるっしょっていう、はい、まあ重心化とかいつかはするだろうし限定だし、はい水の遊園大嫌いで回したくないんであのこういう時にゲットしておきたいなるほどですね、うん、あとミカエルこれもね持ってないなるほどあのね火のガチャ、はい、これもねもう基本的にもう回したくないからこういう時にゲットしとかないとはいはいはいっていう感じですねなるほどうんどれもねそんなに特別使えるっていうキャラでは今のところないんだけどまあこういう記念の時にしかね弾けなそうなやつが欲しいなとそうですねやっぱり限定のキャラを狙っていくとイエスそうですねとりあえずもう回していいっすかいいっすよ行きましょうかはいなんかもうお好きなタイミングで 12% でしょ12% 3体狙いだ 12% これ何はいおいやすげえあっさりいった今のタイミングでしょこれなんかよくみんながやってるやつやっていいあれなんですよあのガチャリドラのここにこうやってこうやってあのこうやって拳イエーイみたいなやったりとかねえじゃあこうね、キラキラさするじゃん。わかる、はいはいはい、これキラキラさせるね。ヒカキンさんがよくやってる。これキラキラさせるといいらしい。ポン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 とか言いながらこうやる。やるの。ポン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 って。ポン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 、ブワーって。今のは確定演出と。頼む。頼む。アグナムト。
うわあ！待って、俺だけじゃん。すごっ。もっと喜んでくださいよ。なんすかそのクールな反応は。一番狙ってるとか言ってたじゃないですか。まあ、じゃあ嬉しそうだ、嬉しそうだ。いや、一番嬉しそうだ。一番狙ってんだけど、嬉しそうだ。一応さ、はい、一番狙ってはいたけど、はい、3体目ではある。いや、いいじゃないですか。いやいや、いいですよ。ずるですよ、ずるい、ずるい。まあでも、俺なんか狙ってんのいけなかったんだから。いや、結局何が言いたいかって、12% の壁を超えれるか超えれないかっていうところに最終的にはなるのかなと。そういうことですね。うん。で、だからここでやっぱね、はい、モテるやつとモテないやつの差っていうのはね、こういうところで出てくる。いいこと言ってる。すべては見た目だけじゃないから、こういうね、引きの強さ。そうっすね、うん、まあでもこれさすがに一人だけ引けなかったってことは、はい、何かしらの罰ゲームはちょっと考えたいところではありますね。そうっすね。じゃあもう出ないっす僕モンストのチャンネルから僕は撤退します。ちょっとやめてくださいそれは。しかもこれなんかあれなんだね、俺のやつはさ、こう確かに重心化する演出ないんだね。はい、いきなり重心化出てきましたね。いきなり。あ、持ってるからだ。あ、持ってるから、持ってるからこういう感じなんだ。ね、やった。まあでもこれで艦隊組めちゃう。いや、いいっすね。ミノゲン戦一緒に行きましょう。はい、というわけで、はい、なんでしょう。いやもう出ないっすよ俺だけ引けないじゃないですか。ずるじゃ、ずるくないですか。僕もキスキリラーってやって引いたのに、キスキリラーも引けなければ。まあでも、こっからそのね、ガチャの実力っていうのはね、まあまあまあ、これから蓄えていくしかないから。そうですね。ちょっと僕、あの序盤に放出しかない。いや、正直そうだよ。まあ、はい、まあ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 、はいはい、でも、この動画なかなか引き強い動画に。え、これ確かに。ね、3人中2人が、ね、はい、12% の壁を超えて引き当てた、うん、僕も割と欲しかったキャラではある。なるほど。はい、再発揮。結構、我々満足しちゃってる。まあ、いや、俺僕満足してる。いや、でも、前回、ひどかった。はい、まあまあまあ、確かに。ね、あの見てる皆さん、飯まずって思ってるかもしれないですけど、うん、あの前回の動画で概要欄にね、そうですね、貼っとくんで、それ見てもらえると、会社ガチャの方を見てもらえると、僕らの爆死っぷりは多分分かると思うんで、ひどかった、はい、まあまあ、だ結局ね、プラマイゼロ、そう、プラマイゼロ、ね、まあ、前回のだからリベンジを果たせたということで、そうですね、いいんじゃないですか。だから、トータル、まあ、僕が得意ですけど、4周年、これは勝ちかなと思ってます。僕は負けっす負けだね。僕はマイナスです。僕は引き分けかな。あ、まあ、僕は引き分けですね。一応持ってるけど、まあ狙いと、うん、狙い持ってるけど狙いを出たんで、はい、狙いが引けなかったんで負けです。負け、はい、前回もダメで今回もダメはもう負け、負けですね。まあでもそんなもんだよ。まあまあまあ、これからも悔しいこれがもう一回引けるんだったら俺は金を入れても引いていたというわけで、はい、はい、今回は4周年の25代でね、何でしたっけ、投票、人気投票ガチャを引かせていただきました。はい、また次回見てくれたら嬉しいです。お願いいたします。またね。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。バイバイ。